一押しのコーナーは指定された単語を他の二人にバレないように自然に使うのが目標なのだよ。3分間のフリートークの中でいかに紛れ込ませるかが勝負のポイントなのだ。なるほど。なるほど。ポイントなのだ。うわぁ。ちょっと難しいのだよ。はい、じゃあお題をよろしくお願いします。こちらです。どーん。うん、はい、こちらやっていきましょう。ではではでは、みんなうるせえ。じゃあ行きましょう。じゃあ第1回戦スタート。かー、野菜とかちゃんと取ってます？野菜は取ってるけど、でも最近クールでかっこいい犬の推しがいるんだけども、その推しが野菜を嫌いなタイプで、なんかお肉ばっか好きなタイプで、食わねえよって時に野菜をしつけた時に、その友達にお前も食わないといけないぞって言われて、ちょっとすごい、ね、最近ベジタリアンを意識しながらやってますね。うん、あーそう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 。ルーナはお野菜食べてなくて、今とても阿鼻叫喚なのだけれども、みんなは本当すごい人たちで、みんなの方がすごい聞こえた。何が聞こえた？この世は弱肉強食天然同地なもらよ。あ、そうなんだ。それは大変な世の中だな。いや、船長さ、野菜でか、野菜はもう本当ね、なんか無理だなって思ってたんだけど、なんかでもね、一生懸命最近ね、サラダとか無理して食べるようにしてて、なんか別に野菜ってそんなにさ、好かんじゃないですか。塩っ気があるものが好きだから、何にでもね、塩かけて野菜を食べるっていうのをやってて、キャベツに塩かけたり、青菜に塩かけたり、何にでも塩かけまくって、もやしに塩かけたりして食べてますね。いいね、めっちゃベジタリアンだね。え、なんかでも缶好きがある、皆さん。で、船長ね、ルナさんは分かっちゃったもん。出すぎてる、もうタル。そんなことないの、分かっちゃったかな。はい、ということで終了。でん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 、はい、はい、ということで、私もルーナさん分かったかな。デコイを混ぜたのだけど、デコイがわざとらしすぎて。うん、ちなみにルーナさん、じゃあ私は経典同士かな。はい、私も経典同士。経典同士、その前にめちゃくちゃわざとらしく弱肉強食とかいう簡単なの入れ始めちゃってるから。そう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 、わかりやすすぎたよ、それは。なんで、出ねえよこんなの。出るか、わかるか。で、マリンちゃんのがね、はいはい、わかんなくて、マリンちゃんわからねえのな。もう塩の話しかしなかった。正しい意味じゃなく使っちゃったから、ちょっとわかりづらかったかもしれないですね。もやしに塩、キャベツに塩。ふざき先輩もね、船長よくわかんなかったけど、でもなんかベジタリアンもしかしてそれかなと思ったんですけど、ベジタリアン、ルーナもベジタリアンだと思ったの。めっちゃベジタリアン押してたもんね。でも野菜の話振ったの船長だったから、ちょっと自信ないけど、ベジタリアン以外わかんなかったな。はい、でもじゃあお互いに答えを発表していきましょう。はい、ルーナちゃんの指定された単語は何ですか？経典同地です。それはそう。そりゃそう。なんかもう、なんかもうみんなにバレバレすぎなのな。出す前めっちゃなんか出たり、チューチュー来ました。怒りのチューチュー。はい、じゃあ続いてマリンちゃんは何でしたか？船長がね、ちょっと変な言葉なんだけど、青菜に塩っていう言葉があるらしくて、これがね、サラダに塩かけるトークの中で、青菜に塩かけたり、マシに塩かけたりって感じで、あ、そういうことか。全然違う意味で使っちゃったんで、ちょっと。っていう感じですね。うまい。はい。え、小牧先輩は？私はね、ニヒルだった。イケメンでかっこよくてニヒルのやつなんだけど、みたいな、なんかそういう。あー、なんだろう、そうそうそう。ってことでね、今回バレなかったので、はい、私とマリンちゃんが1ポイントずつ獲得です。あいや、でも、ふざき先輩の、あ、ちょっと、推しトークがね、ちょっと、なんか、確かに強引に混ぜてきたなとは思ったけど。